シモマカリンさんっていう2期生の方が、そうめっちゃ好きなんですけど、シモマカリンさんも可愛くて好きなんですけど、その方がバトルしてた曲なんですよ。それで知ってめっちゃいい曲って思って、そう、そっから知ったんです。あれめっちゃいいよね。そうめっちゃいい曲なんですよ本当に。うん、パチパチありがとうございます。コマさんありがとうございます。嬉しい、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。そう、日向坂はときめきさんもおすすめ。ちょっとマジで私いっぱい聞きたいから。日向坂さん、私日向坂さんも本当に可愛いなと思って、最近もうめっちゃずっとなんか YouTube とか見てるんですよ。ちょっとどんどんね、どんどんあの曲聞いていきたいなって思ってるんですよ。そうそう、おー山本愛理ちゃんが好き、同じ。あ、そうなんですね、ゆきめさん。そう、あの愛理ちゃんさんはあのあのスクールが一緒だったんで、そうちょっと一緒にレッスンとかしたりしてたんですけど、そうめっちゃ可愛いですよね。可愛い。くまさんパチパチありがとうございます。もひかんだなそうさん、くま嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです。嬉しい、ありがくま、ありがくまありがくまもひかないなそうさん。やまくんさんこんにちは。こんにちは、やまくんさんありがとうございます。日向坂で誰推し獲物でも、日向坂さん全員可愛いからもう全員の方本当に好きなんですけど、でもあのべみほさん、渡辺美穂さんと加藤志さん、加藤志穂さんめっちゃ好きです。めっちゃ好き、めっちゃ好きのわわ合ってる、のわ in the future 合ってるもうおすすめ、めっちゃおすすめして、えありがとうございます。ゆうと先輩ありがとうございます。え嬉しい、ありがとうございます。メモ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 、ちょっとでもこれ あんま読めないけど、イエイハート100個、あーインナメさんハート100個ありがとうございます。ハート100個ありがとうございます。嬉しい、アイドルに詳しい方、いやでも私あんまり、でもめっちゃアイドル好きみたいな方よりは多分詳しくないと思います。はい、でも好きですよ。今月末に英検1級受ける予定、すごい、応援してくれ、頑張ってください、頑張ってください、頑張ってください。これは制作野口さん、野口制作さんかな、頑張ってください、頑張ってくださいね、頑張ってね。No war in the future ね。あ、了解です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
今年参加センターのハッピーオーラも来た。そう、ハッピーオーラ、ちょ待って、ハッピーオーラ待って、聞いてるんですけど、待って待って、あれだ、待って、リズムを教えてほしい、リズム、リズム教えて。欅日向坂の音ゲーはやってないの、音ゲーって、あっあっあっ、イエーイエー楽しいかい、ありがとうございます、ゆうと先輩。ありがとうございます。そう、これめっちゃ分かりやすかったです。おー、5000人さん突破ありがとうございます。嬉しい嬉しい、ありがとうございます、やったー、嬉しいです、イエイ。小坂奈緒さん、日向坂めっちゃ可愛いですよね、本当にもう皆さん可愛いですよ、イエーイ。もう本当にもうね、もうね、本当にね、あの初期に比べたらね、見に来てくださってる方がちょっと増えてめちゃ嬉しいです。頑張ります、もっともっともっと頑張りたいと思います。今日6000人の方頑張った、いけたら嬉しいけど、嬉しいけど。応援ありがとう、フォローしたよ、頑張ってください、ありがとうございます、フォローも。ちょっと待って、あの握手会のあれをしたい、皆さんぜひ握手会来てください、握手会、今日の申し込みが1月今日の18時からスタートしたので、来てください、皆さん来てください、1月9日の13時までです、今日の6時から始まりました。ちょっともうどうしよう、今日8時までなんだけど、まあそうだね、そうですね、今日はちょっと難しいかもしれないけど、でもね、もう徐々に頑張ります。初めてアイドルの成長過程見とるけど感動もね、嬉しい、ゆうと先輩。じゃあ5000人さん今日ありがとうございます。じゃあ一曲ね、歌いたいと思います、今日は日向坂さんじゃない、欅坂さん、うん、制服と対応にしたいと思います。あ、いつもの教室に親と教師と私、重苦しい進路相談、龍角さん、これもうトヘチじゃない？もうあと20分しかない、早いな、もう本当に5108人の方にね来ていただいて、もう本当にもう感謝してます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、5108人の方
もう本当にありがとうございます。嬉しいです、感謝です、ありがとうございます。龍角散出たって、もう龍角散は好きなんで。わかんだって、そう噛みました。安定の龍角さん、これがパワーの源。もう本当に私龍角さん本当に本当にもう必需品だから、ずっとカバンの中入ってる。友達とかにもなんか誕生日プレゼントに、なんか誕生日プレゼントとなんか龍角さんなんか何袋ももらいました。もうみんなは私の好きなのを分かってくれてた。ずっと食べてるから噛むタイプの龍角散。そうです、噛むタイプ。なんか分かんないけど、私が勝手にもう思い込んでるだけかもしれないけど、なんか緊張した時とかね、龍角散をもう食べると緊張がほぐれるみたいな。待って待って待って、右に5個、左に5個、それはやばい、10個じゃん。いい音ですか？ウケやん、緊張するやん、緊張しますよ、もう。緊張しますよ、本当に、もう。なんか、前行ってたスクールの時の、なんか発表会とか、あったんですけど、それの前とかもめっちゃ緊張しちゃって、もう龍角散ガリガリしてたら、あ、やっぱりゆらかみたいな感じで、そう龍角散の匂いが多分漂って、そう言われてたりしてたんです。龍角散の CM 狙おう。CM 出てみたい。龍角散食べたくなった？え、もう本当に美味しいから。うん、マジ美味しいから。龍角散ね、皆さん食べてね、食べてね、皆さん。でもなんか龍角散なんか苦手っていう人が多くないですか？なんか私いつもなんかいるって言ったら、うん、辛いじゃんみたいな感じで言われる。そう、辛いじゃんってね、言われるんね。龍角散の CM 来るかもよ。待ってます。待ってる。
待ってる。お、まんこさんだるま100個ありがとうございます。肉巻き龍角さんってうまいのか。え、肉巻き龍角さん、え、肉、肉と龍角さんってこと。絶対やばい気がする。龍角さん何味、何味なんですかね、これは。何味なんだろう、わかんない。なんかスースーする感じです。そう、スースーするタイプの龍角さん。あー、モヒカのダイナソーさん、だるま100個ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。イエーイ、楽しいかい、イエーイ、私なの。かわいいよね。よいしょ。のど飴噛んでるの。そう、龍角さんを噛んでます。龍角さんは噛んでるよ。ちょっと待ち、お待ちを。少々お待ちを、少々お待ちを。なんで噛むの？え、なんで噛むんだろう、なんかわかんない。自分でもなんか全部噛んじゃう。なんかアイスとかも噛んじゃうし、なんでなんでしょうか。なんか自分でもあんまわかんない。何色、何色、龍角さんですか。龍角さんは絶対青の龍角さんです。なんかね、あれ、なんかよくね、最近出たのかな、なんか緑の、あ、緑じゃない、あのなんだっけ、金の龍角散とかあるんですけど、じゃなくて絶対に青、絶対に青です。50意見案完了。むっちゃんさん50意見案ありがとうございます。待って、なんか違うよ髪型が。なんで、私金の龍角さんが好き。ミルク味、そう、ミルク味も食べたことあるんだけどね、あれはなんか普通になんか食べるときに食べてる、普通になんか飴食べるときでも、なんかあのなんだっけ、あのあ、なんだっけ、わかんない、思い出せない、思い出せない、なんだっけ、あの、何言おうとしたの。そうだけど、なんか緊張した時とかはなんかあのあれだ、緊張した時とかは絶対青ですね。そうです、そういう感じでね、龍角さんを食べてるんです。ちょっと待ってね。
昨日書いてきて、あの書いてじゃない、昨日やってくださった方、待ってね。青って何味なんだろう、あれ何味なんでしょうか、あれは。何味なんだろうか。なんかスースーする感じです。ミントではないと思うんだけど、何なんだろうねあれは。でもめっちゃなんか鼻がめっちゃ通るけん、めっちゃいいです。はちみつは好きですか？好きですよ。ちょっと待って、もうなんかいつもなんか配信の後半になったらなんかすっごい焦る。ちょっと待ってください皆さん。とまず昨日ギフト くださった方です。じゃん。じゃあちょっともう引かないな、そうさん。ちょっとここね、間違えちゃってこうなっちゃってるから、こっちにも書き直しました。そう、次のやつにも。ありがとうございます皆さん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。なんかピンクになってない？待って、なんかピンクになってない画質。ありがとうございます。なんでだろう、すげえ、すごい。そしてね、こっち、あのよしとさん、あきおめありがとうございますね。これでもそう、もう光んないな、そうさん、さっきちょっと間違えちゃったから、そんな紙貼っちゃってるから、ちょっとこっちにもちゃんと書きました。だるまがちょっと2段になってますこれありがとうございます。モヒカンダイナソさん、今日もねくまくくださってめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます、ありがとうございます。そしてちょっと今日みやちゃんさん多分お仕事行っちゃって、そう見えてないんですけど、くま1、みやちゃんさんありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、はい、ありがとうございます。よし、じゃあ、そうだね、歌います。あ、スクショありがとうございます、皆さんパチパチありがとうございます。みやちゃんさん、そう、いや、ニコもすいません、そう、私がねちょっとあのモヒカンダイナソーさんのところね、ちょっと間違えて書いちゃってたから、そうだからもう一個書いた、しかもだるまをニコにしたので、ありがとうございます。こちらこそ、モヒカンさん何かと事故が多い。違うんですよ、私がもうなんか間違っちゃってるから、モヒカンダイナソーさん違いますよ。ありがとうございます、ありがとうございます。マッキー池田ちゃん、キティ池田ちゃん、今日はキティ池田ですなんか立って歌いたいんだけど、立ったら顔見えないじゃないですか。立って歌いたいんだけどね、立ったら見えなくなっちゃうから、立ったらねこうなるから、ちょっとやばくないこれ握手会ユアラのおすすめはいつ？私のおすすめはですね、ちょっとねこれです、じゃん、2月8日パシフィコ横浜、私の誕生日の日と、広島市中小企業会館、私の
地元の日、この2日間がおすすめです。ぜひ来てください。来てください。やっぱりスマホを持って歌うのはしんどいかな。私これ iPad でやってるんですよ。だからめっちゃでかくて、そうこうなっちゃうから。そう、字も絵も可愛い、嬉しいです、ありがとうございます。え、握手券2月4日今さっき5枚 ×3 を2回購入したよ。まこさんありがとうございます。まこさんありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。楽しみです、会えるのが。え、どっちがいいですか。皆さん、いや、こうがいいですか、それともこうでも、こうでもいいですか。どっちがいいかな。座ったままでいいですか。わかりました。じゃあ座ったままで。わかりました。じゃあ行きます。ちょっと歌詞ね間違っちゃうあれだからね、ちょっとこれ見ながらやりたいと思いますね。うん、歌います。いきます。めっちゃブセくなった今。いつもの教室に親と教師と私、重苦しい進路相談のその時間、大学へ行くか、やりたいことはあるか、今ここで決めなきゃいけないのかな。窓の外を鳥が横切ってく、迷うことなくどこを目指してるの、目指してるんだろう。希望を、制服を脱ぎ捨てて大人になる、拘束のない世界へ。何十分何百分話し合い続けたって、理想なんて甘い幻想を、傷つきくじけながら歩き方を覚えるもの。転ぶ前にそう始めから手を差し伸べられたら、いつまでも強くなれない。さ、話の途中席を立って教室でよ。 Wow, wow, Let's get started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 。 あー、歌えたかな、なんかね。そう、2番そう2番なんですよ。あの下間かりんさんがバトルしてた時のやつが2番だったから、それでなんか覚えちゃって。そう、それそっちもかりんさんのバトルで知ったので、そう、めっちゃ早くって言えなかった。こう何十分じゃ、転ぶ前にそう初めから手を差し伸べられたら。早口言葉。ありがとうございます。皆さんパチパチ嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます。理想なんて甘い幻想を、傷つき口けながら歩き
方を覚えるもの、転ぶ前にそう初めから手を差し伸べられたら、いつまでも強くなれない。 Let's get started。 めっちゃ好きです。初めて聞いた曲ですか、むっちゃんさん。嬉しいです。ちょっとそう、やっぱ練習できてないから、いつも即興だから、ちょっと窓の外、鳥が横切って、あ、私も好きです。窓の外を鳥が横切ってく、迷うことなくどこを目指してるのだ、目指してるんだろう、希望を、希望を、制服を脱ぎ捨てて大人になる、高速のない世界へ、何十分何百分話し合い続けたって、理想なん、理想なんて甘い幻想、傷つきくじけながら歩き方を覚えるもの、転ぶ前にそう。やっぱあそこ好き。窓の外を鳥が横切ってく、アカペラ、そう、アカペラです。これです、マッキーピブラートどうやって出すの、ピブラート、お、え、あ、お、ゆきりかが来てくれてるありがとうゆきりか、ありがとう、ゆきりか参上ありがとう ありがとう。ボイトレ何歳からしとったの？ボイトレ、うん、なんか、うんと、ね、中、あ、違う、なんか小学6年生の時に、なんか1年、あんまり1年もしてないけど、何ヶ月かぐらいなんか習って、そっから飛んで中学2年生の時にから高1の STU 入る前まで習ってました。だから1年半くらい習ってたのかな、あの最近だと中学中1からだと、あ、中2中2からだと1年半くらいかな、習ってました。でちょっと小6の時にやった感じです、やってた感じ。そうです。でもなんか全然ね、なんか高いなんか声がね、あれで、ね、アイドルっぽい曲、なんかアイドルっぽい曲なんかやりたいです。可愛い曲、なんか Maybe Maybe 好きなのかもしれない、青い空には雲は一つもない、 Maybe Maybe 好きなのかもしれない、だからメロンジュース、2期生みんな仲良し、仲良しです仲良しです。ダンス習ってた、ダンス習ってました、スクールとかで。そう
習ってたですね。メイビーうまい。メイビーメイビー空には雲は一つもない。メイビーメイビーどんな可愛い曲もあなたが歌うと息かかくな。褒めてありがとうございます。あ、もう引かないなささん頑張ってください。お仕事ありがとうございました。もうくまもありがとうございました。くまありがとうございました。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです。嬉しい。頑張ってください。ひろぽさん初見ですが歌声好きです。ありがとうございます。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。可愛い曲なんかあるかな。可愛い曲歌いたいです。なんかあるかな。うん、なんだろう。なんか何があるっけ。なんかね歌いたいんだけどね。おもくろしいサンデーなぜなんてマンデー聞かないでチューズデーきっと理解できないだろう。ウェンズデー毎日かけて愛で思い続けてきたサタデー。チャララン、チャララン、チャン。あと会いたいなんて不思議だ。皆さんありがとうございます。天使のしっぽ、隣のバナナ、キャンディ、呼び捨てファンタジーとか、ありがとうございます皆さん。じゃあちょっと今度練習してみようかな。ああ聞いたことあります。アボカドじゃねえし、アボカドじゃねえし、めっちゃいい。私アボカド大好き。よし、じゃあちょっと、あ、キュンもめっちゃ好きですよね。私も好きです。よし、じゃあ握手会の話しますね。握手会の話をします。待ってね。はい、ですね、ワルキーサク食べ。皆さんありがとうございます。あ、行きます。はい、個別握手会がこの日程にあります。皆さん来てください。ぜひ六千人さんありがとうございます。嬉しい、やった。ちょっと待って、
ありがとうございます、嬉しい、イエーイありがとうございます皆さん。じゃん、パシフィコ横浜とかこの広島とかいっぱいあります。握手会来てください皆さん、待ってます。この波線を引いているところが私のおすすめの日なので、皆さんよかったら来てください。他のところでも地域でもとても嬉しいですよ。ぜひ来てください、待ってます、待ってます、ありがとうございます、イエイイエイ、皆さん来てください、ぜひ来てください。おすすめの日はこちらです。あ、今めっちゃ消えてる、ごめんなさい。ぜひ皆さん来てください、おすすめの日はこちらです、私の誕生日です、2月4日、そして2月11日は私の初めての地元での握手会です。皆さんぜひ来てください、待ってます、待ってます。はい、で申し込み日こちらです。1月3日の18時からさっきほどからスタートしました。そして1月9日の13時までの B 日程はこの日程であります。皆さんぜひ来てください、待ってます、待ってます、来てね、ぜひ待ってますよ、来てください。はい皆さん、じゃあありがとうございました。今日は広島申し込みます、花さんありがとうございます、待ってます。皆さんありがとうございます、パチパチ初めて落選に行きました、ありがとうございます。では壇上の方読みたいと思います。はい、この後追加します、ゆきみさんありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。じゃあ壇上の方を読みたいと思います。はい、13位、インナミさんありがとうございます。そして12位、タカボンさんありがとうございます。そして11位、マクホンさんありがとうございます。そして10位、ヨシタルさんありがとうございます。そして9位、ユキメさんありがとうございます。そして8位、のっぴーさんありがとうございます。そして7位、 DD51 さんありがとうございます、 DD51 さん。そして6位、ゆうと先輩ありがとうございます。そして5位、斉藤さんありがとうございます。そして4位、たこさくさんありがとうございます。そして3位、まこっちゃんありがとうございます。そして2位、マクホンさんありがとうございます。そして1位はモヒカのナイナソーさんありがとうございます。皆さんありがとうございます、本当に今日は初めて6000人の方突破いたしました、イエイイエイ、やった、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、もう嬉しい、やったやったねって、ありがとうございます、皆さんありがとうございました、今日もありがとうございました。今日からまた握手会の申し込みスタートしたので、皆さんぜひ来てください、待ってます、待ってます、ぜひ来てください、ありがとうございました、皆さんありがとうございました、バイ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